福島と東京で、練習して活動しております。皆様と笑顔を結びに来ました、縁結びと申します。名前だけでもぜひ覚えていってください。今回踊る曲ですね、2年ぶり3年ぶりぐらいに踊る、一番最初に、演舞した夢騒乱という曲を演舞させていただきます。いかんせん久しぶりなもので、メンバーたじろいでおりますので、皆さんぜひ笑顔で見守っていただけると嬉しいです。我々の演舞の方にはですね、手話を取り入れた演舞を、行っております。皆さん、結構去年のドラマとか今年も、ドラマで話題になっているかと思いますので、なんか見覚えあるなみたいなところ全然あるかなと思いますので、あ、多分あれそういう意味なんだろうなって思いながら見ていただければ幸いです。はい、精一杯皆様と笑顔を結ぶために演舞いたしますので、皆さんよろしくお願いいたします。Thank you.
はい、ありがとうございました。